まあ、そういったものもあるので、サービス B で適用するべきじゃないのっていうような話はしたんですけど、まあミニデイサービスは社協の事業であることと、でこの総合事業っていうのが宜野湾市のまあ事業であること、要は組織が別なんですよね、事業、事業主体にが、まあなかなかそれをすり合わせて寄せていくのがまだ難しいので、まあ検討段階ではあるっていうようなことがあるんですけど、まあすぐはできないけどこれはやっていくべきだよねっていうのはあるってことですかね。そうです、まあ、そういったものをちょっと今回はまあさせていただいて、いやこの介護系って難しいですよね。そうなんですよね、まず制度がややこしくて、そう制度が、なので僕も個人的にやっぱ勉強していくとなると、相当あの学校行って勉強するぐらいの勢いでやらないといけないなっていう本当にね。でもまあ私の場合このあの安倍さんとか、あの方たちが、まあ、スペシャリストがね、がいて、まあいろいろと教えてくれてっていうところもあって、でまあ社協の職員からもちょっと意見交換したりとかやって、少しずつまあ体に馴染ませていくっていう介護制度を馴染ませていってるような感じではあるんですけど、まあおかげで、まあ、少しずつこれを問題提起というか、まあ提言もできるようになることで、やっぱりその担当課としても、やっぱこの背筋が伸びますよね。それにね、内容を理解している議員がいてです、ね、それをこう提言するとか、これを指摘するっていうところっていうのはやっぱり大事なので、確かにもう全然それを指摘できないとか中身が理解できてなかったら何の提言もできないですし、だしそのなんていうのかな、ちゃんとした指摘ができないというか、あっちが専門用語でね言ってきたらもう、あはーってしか言えないですからね。なるほど、じゃあ頑張ってくださいみたいな感じになるじゃないですか。そうそっか、まあ、一方的にはならないようにっていうような感じがあるんですけどね、まあそういうふうにさせていただきます。なるほど、一つ目は、はい、一つ目はまあこの介護事業について、そうですね、総合事業、で二つ目に、言いたいのはあれです、浮いて待て、ああはい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 、質問の順番的には5番目にやったんですけど今回、浮いて待てをまあやって、はい、まあコロナによって、はい、まあ、緊急事態宣言とかなっちゃったことで、うん、浮いて待ての実施を中止した学校があったんですよね、要はもうこの体育の授業、まあをとか音楽の授業を少しまあ制限するっていうような感じもあったりしたもんですから、でも実際に、コロナによってこの 1,2 年、今年去年、水難事故の死亡者数が増えてるんですよ。そうなんだ、はい、要は屋内での遊びが少なくなったので、やっぱりみんなアウトドアになっちゃうんですか、海とか川とかキャンプとかプールとか、そう、で水難事故の死亡者数がちょっとマリンレジャーも増えたもんですから、コロナによって死亡者、まあ、被害者は増えているのに、コロナによって要は自分の命を守る、水難事故から自分の命を守るっていう浮いて待ての実施は制限されてしまうと、っていう、まあ、矛盾というか、絶対にそうだからこそでも必要だよっていうような話もして、ただでも分かるんですよ、やっぱり感染拡大を広げないためにやらざるを得ないと、でもじゃあそれができないっていう理由が、まあ、私たちは今まで子どもたちを対象にやってたので、要するに1クラス30何名いて、それを2クラス合同でやったりとかするんですよ、ってなると1回の授業で、まあ、2時間ぐらいの授業の中でプールの中に70名ぐらいの子どもたちがいることになるんですよ、でそれがもし問題ならば、子どもたちを対象にじゃなく、これからさっきも私たちはこのボランティア団体、まあ、私もそのボランティア所属してて、市内にとどまらず市外、沖縄県域全体に、広げていかないと、よその市町村でのこの水難事故っていうのもちょっと、まあ、心痛いものがあるもんですから、できるだけ多くの子どもたちにこの自ら自分の身を守るっていうのを分かってもらいたいために、市外に広げるためにですよ、先生たちを対象に、私たちは浮いて待てをちょっと実施したいと、でそれを提言させていただいたんですよ、先生たちだったら5名とか10名とかでもいいじゃないですか、そしたら密の状態を作らない、ちゃんと間隔を広げて、で先生たちに教えることで、先生方が体育の授業で子どもたちに教えると、浮いて待ての教え方を教えるものを実施したいっていう話をして、でそれを宜野湾市から温度を取って先生たち向けにこれをやってますと、って言ったら他の市町村にも絶対波及しますっていうような提言をさせていただいて、でまたこれ、まあ、9月の議会の、まあ、僕の一般質問9月の27日に
この提言させていただいたんですけど、早速もう教育委員会動いてくださって、で、まあ、小学校、市内の小学校の体育主任っていうんですかね、はい、体育専門で教えてる、うんうん、体育指導員っていうの、主任っていうのかなと、の人たちを対象に、まあ、15名から20名ぐらい、はいはい、早速10月の15日に、おすごい、はい、もう予定ですね、今。要はもうプール、まあ、それ以降になったらちょっともう寒くなっちゃって、プールにも入れなくなるんですけど、はいはいはい、先生たちを対象に、まあ、この浮いてまでの指導方法を教えに行こうかなと。これなんで早いんですか？早い？動きが早いじゃないですか。必要だと思ってるからですね。ああそうなんだ。とあともう一つ、僕がこれ事前に要は議会で今回これ取り上げますからねって、で、はい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 、こういう提言をしたいと、うんうん、やれますよねっていうような話もしてて、あとはまた熱量の高いあの体育主任の先生がいたんですよ、 ある小学校に。で、はいはいはい、その人と結構綿密に僕連携しててですね、うんうんうん、で要は受け入れる側人たちが、はい、この先生方がやる気があれば、うんうん、要は上から下ろしやすいじゃないですか、これを実施しましょうって、うんうんうん、だからどっちも土壌を作っていったっていうような感じなんですよ。だから早いんだ、はい、あとあれですか、予算もあんまりかからないっていうのは。予算もゼロです。ゼロだから、はい、私たちボランティアでやってるので、はいはい、あとはもう日程さえ組んでくれれば、うんうん、その日程に合わせて私たちが行けるメンバーを募って、まあ、やっていくだけなので、その辺がやっぱ早いんだな。そうですね。あとなんか特別な工程を踏まないでいいんですよね、はい、何か事業を起こすときって企画やったりとかいうところからなっていくんですけど、うん、これの場合はもうそういったものも必要ないですし、まあ、予算もかからない、はいはいはい、あとはまあこの水難事故がまあ増えていってる現状、うん、はいはいはい、で今年もまあ小学生と中学小学生1名中学生1名水難事故で、うんうんうん、まあ、沖縄県内でまあ亡くなられてるので、そういったまあ現状もあって、はい、これはもう大至急やるべきだよと、宜野湾市内でまあやって、それからまた市外にまた活動も広げていけるっていうことで、はいはいはい、ぜひとも宜野湾市の教育委員会に温度を取ってほしいということですね、うん、させていただきましたね。大事でしょうね、はい、こういうのは本当にあのちょっとした意識で変わるって言いますもんね、はい、救えるというか自分でちゃんと見守れる。そうなんですよ、うん、知ってると知ってないとではものすごい差があってみたいですね、はい、なのでもう溺れる時に慌てるなってっていうのもちょっと無理があるのかもしれないですけど、うん、やっぱり手を挙げてしまうんですよ、うんうんうん、助けてと、はいはい、で声にならない声なんですよあれ、うん、なので実際に溺れてる人って目の前で見てても溺れてるって分からなかったりするんですよね。あ、はいはいはい、溺れてるのかこう泳いでるのかっていうのが分からなくて、うん、なのでそういう時こそ浮いて待てっていうのがあって、はいはいはい、で実際に人間の体は浮くようにできてるんですけど、うん、水面から上に出るのが体の 2% って言われてるんですよ。なので助けてって言って手を挙げちゃうと、はい、もう 2% 以上水面に出てるので必然的に顔が沈んでいくんですよ。手を挙げちゃうと、はいはいはい、なのでその 2% 部分を鼻と口に使いましょうっていう話なんですね。そういうことを教えるのもまたいいですね、はい、それだけでもまた意識は変わる。そうです、そうです、いいと思います。履物とかを履いてるとまた足も浮きやすいと、靴とか、なので慌てても靴とかを脱がないように、重くて沈むっていうようなイメージがあるかもしれないですけど、あるある、逆です。靴は絶対履いてた方がいいです。これが浮き輪になりますね。洋服は、洋服も着てた方がいいです、はい、これも浮力になります。はい、知らんかった。で手と足はできるだけ水の中に入れる、水から出さない。これ一般にもやっていくんですか？まあそうですね、今はまあ小学生対象なんですけど、はい、それからまあ学校にやって、はいはいはい、一般にというか今まで子ども会対象にとかやったことあるんですよ、うんうん、学校だけじゃなくて、はいはい、なのでまあ要望があれば全然ね、なんか、はい、それこそなんていうのかな、レジャー施設とか、はいはいはい、そういったとことか、まあ、そこに人が集められるかどうかってところなんですよね。ですね、まあ、誰かが企画して人を集めて、うん、そこに指導員として呼ばれる分には私たちも全然いけるので、はいはいはい、うん、で今そんでって企画せずともいろんな小学校に回れる、まだまだいっぱいこの教えなきゃならない場所っていうのがいっぱいあってっていうのがあるもんですから、なかなか企画してまでっていうところまで至らないんですけど、あとまあ支援学校とかにも行きたいなと思って、あの小学校とかに行き渡るようになったらですね、あの授業の中でのまあ標準化することができたら浮いて待てよ、授業の中でまあプールの時間の最初の5分間だけ浮いて待てやろうとかっていうのが標準化されて当たり前のようになっていったら、我々の活動も、まあ、支援学校だったりとか、うん、まあ、老学校とかですね、はいはいはい、そういったところにもまた行けるのかなっていう、大事ですね、のもちょっと話もしてるもんですから、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、で
一旦じゃあ CM、 あ、はい、わかりました。行ってで、その後また残りの項目少し話していきます。はい、はい、よろしくお願いします。一旦 CM です。あっという間ですね。あっという間、もうあと15分しかない。そうっすね早い。消防団の話しようかな次。 DX ないかな。 DX? はい、デジタルトランスフォーメーション DX にしましょうね。 DX? はい、デジタルトランスフォーメーション名前しか聞いたことない。多分これ一つで終わっちゃうの。そしたらまあいいや、 DX やりましょう。はい、お世話になっております市民の後輩です、はい、この曲使うの初めてじゃないですか。初めてです。ですよね、はい、まあ、僕のこの番組の時はビートルズの曲でお願いしますということでやってて、はいはい、まあ、オープニングと、エンディングだけは曲指定してるじゃないですか、はいはい、で、まあ、間の曲はまあどういったのを入れていくんかなって毎回楽しみでは、うんうんうん、でも大体決まってましたね今まで。そうですね、キャンバイミーラブとか、そうですね、ハードデイズナイト、うん、はい、すいませんね、僕が好きなのに偏ってますけど。ああ、そうなんですね、まあ、はい、まあ、まあいいっすなんか指定してくれたら あれもやりますんで、 BGM もね。あ、そうですね、うん、何かビートルズ好きな方がこの指定とかしてくれてもいいですけどね。あ、いいですね、うん、これ聞きたいなっていう。僕はもうブラックバード大好きなんですよ。ああ、ブラックバードもいいですね、はい、うんうん、ブラックバードとか。じゃあブラックバードやろうか。はいはい、なんかこの話で終わっちゃいそうですね、ビートルズの話やっちゃって。だから DX の話DX の話、はい、ですね、今回まあ2回目なんですけど DX の話を出すのは。はいはいはい、DX って、まあ、聞いたことはあります？聞いたことしかないですね。聞いたことしかない、はい、スウェーデンのエリック・ストルターマンという教授が提唱した概念なんですよ、はい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 、デジタルトランスフォーメーションって言って。デジタルトランスフォーメーション、はい、デジタル技術を活用して、はい、人々の暮らしをより良い方向へと変革させていくっていう、まあ、定義、まあ、っていうものがあってですね、はいはいはい、でそれをまた日本では経産省、経済産業省が再定義をしてるんですけど、はいはい、まあ、要するに DX っていうのはこのままの企業風土だったりとか文化とか、まあ組織形態っていう状態だったら、まあ淘汰されていくと、これからの社会では。で、2025年だったかなに、この要はデジタル技術によって変革ができなければ、経済的にいくらだったっけな、まあ、何兆円っていう経済損失が生まれるっていう、まあ、指標も出ててですね、はいはいはい、なのでどんどんこのデジタル技術を用いて変えていきましょうと。要するにこれもともと企業向けに発信したものなんですよ、経済産業省が発信してるので。まあ言うならばアマゾンとか
もうものすごいこのデジタルトランスフォーメーションなんですよね。要は洋服とかを購入するって、今までショップに行ってサイズを合わせてっていうのが、試着してっていうのが当たり前だったもの、はいはい、そしてまあこれを着てたら店員さんが横に来て、この服にはこんな靴が合うんじゃないですかとかっていう別のアイテムを紹介したりっていうものを、要はあれをパソコン上の画面の中で、要は購入ができて、これを見てる人はこういったものも見てますっていうおすすめをしてくるじゃないですか。すごいよね。だからそういった固定かい、固定観念っていうものを変えていくっていうのは、まあ変革、デジタル技術を活用しての変革、分かりやすく言ったらそういうところなんですけど、でこれが自治体行政においても、DX をしていかなければならないっていうものが、あのお知らせが出てるんですよ。で宜野湾市としてはじゃあどういうふうな取り組みをやってるかっていうのを、昨年の、12月じゃないや今年の3月に、あの最初僕話ちょっとさせていただいてですね、で宜野湾市の方としては、要はマイナンバーカード普及によって、でコンビニのところでの自動交付機だったりとか、で、まあ、マイナポータルぴったりサービスっていうものをやってますっていうことで話したんですけど、で私がちょっと指摘させていただいたのは、これはデジタルシフトであってデジタルトランスフォーメーションではないですよと。いや難しい。変革ではないですよと。あ、デジタルに今あるものをデジタルにシフトしてるだけの話で、はいはいはい、社会的な変革を起こしてるわけではないじゃないですか。で、まあ、前回はこの進捗を聞いてるような状態だったんですけど、はいはい、まあ、今どういったものを検討されてるかって、で今回少し踏み込んで定義、提案もさせていただいたんですよ、はいはいはい、まあ、これはまあもう僕の妄想の中での話をちょっとやったんですけど、はい、例えばですよ、今宜野湾市特定健診の受診率がものすごい低いんですよ、はい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 、でそこをデジタル技術を活用しての変革って考えたときに、はい、例えば特定健診を受診しに来た方々にヘルスウォッチを配布すると、はいはいはい、でヘルスウォッチには自分のまあ体調が全部出るわけですよ、うんうんうん、血圧だったりとかなんとかが出て、はいはい、でこの情報っていうのを、自治体が管理するクラウドとかに集約するんですよ、情報、はいはいはい、行政が管理するクラウドに、うんうん、で集約をして、例えばこの、まあ、ヘルスウォッチ持ってる方が何か数値に異常があったりしたら、このクラウド上にある情報を集約しているものを、まあ、AI が分析して、はい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 、何々の数値が上がってますよ、早めに、病院に行かれることをおすすめしますだったりとか、例えばこういった食べ物を控えた方がいいですよっていうようなもの、はい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 、要するにこれは今現行で行っている、あの特定検診を受けて数値に異常があった方たちって保健師さんとかがあの保健指導に回るんですね、はいはいはい、保健指導だから保健指導の役割を AI にさせるんですよ、はいはいはい、でヘルスウォッチによってお知らせをして、うん、で要は重症化を防いでいく、うん、まあ、健康づくりを変革するっていうところを提案させてもらって、はいはいはい、でヘルスウォッチをすることで自分の体が見える化されるじゃないですか、はい、なのでダイエットしてる人が体重計持ってない人なんてほぼいないはずなんですよ、はいはいはい、と同じで健康管理する人って自分の体が見えているっていうものを持ってたら、見える化することによって自分で気をつけることもできるし、で逐一このまあ細かい指導、何々の数値が上がっています、何を控えてくださいとか、そこまでできるんですか。これを IT ベンダーの方とちょっと意見交換させていただいたときに、はいはいはい、そういう話をしたんですよ、はい、技術的には可能だそうです。へー。ただこのクラウドの管理とかそういったものを予算っていうものがやっぱかかるもので、はい、その辺が一番ネックにはなると。ヘルスウォッチもそうなんですけどね、この時計だけで分かるんですか。はい、すごいね。技術的には全然可能ですよと。へえ。でこれがまあクラウドで管理して、でその情報を集約して、まあ、分析をして AI がこのまたあのこの空間にフィジカル空間に下ろしてくるっていうような。これ思うんですけど、はい、今のもまあすごい大事だと思うんですけど、はい、これもう市自体をそんな風に市役所の機能をデジタル化していかないと。そうです、そうです。厳しくないですかね。うん、なのであの自分の妄想上の提案だけをさせていただいたっていう、まあこれが DX ですよっていうような話で、分かりやすくね。なのでまあ段階的にやっていくものとしてはやっぱり、コア業務とノンコア業務っていうのがどれぐらいあるか、本当に市の職員がじゃないとできない仕事なのかそれはっていうのをまず分析する必要があって、で本当にハンコが必要なのかとかですね。でこれって市の職員じゃなくても民間委託もしくは RPA とかに
任すことも機械化することもできるんじゃないかっていうのをまず分析することが必要で、これも市の改革ですね。じゃあそうですそうです、すごいいいなと思います、で結局そうなると専門部署っていうのを作らないといけなくなりますよね、多分、そしたらそうですね、そこでこう、デジタルとかそういった AI とかいろんな知識はやっぱり習得するじゃないですか、そしたらまた3年経ったら変わるじゃないですか、それはどうにかできないんですか。それもどうにかした方がいいですね専門職はもう専門職でやってくれた方が僕はずっと前からいいのかなと思ってたんですけど、そうなんですよ、デジタル化進んだら余計そうならないかなって感じがして、その方が良くならないかなっていう、これまあどの部署にも言えることなんですけど、やっぱり向いてる人とか、向き不向きでやっぱ部署も選んだ方がいるし、要は自分はここだったら能力が伸ばせるとか、だからこれも C 職員の FA とかできたら面白いけどなとか思うんですよあの課に行きたいみたいな、ただ自分の希望するか部署に行くためには、例えばプロ野球みたいに作るんですよ。結果プロ野球もなんか一軍登板がみたいな、何試合とか何試合出場とかでできるとかって、結果伸ばさないとみたいな、そうそうそう、要は10年働いて無遅刻無欠勤とか、なんかそういったなんかいい評価っていうか評価指標みたいなのを作って、それをクリアしたら自分の担当好きな部署に行けるっていうのがあったりしたら面白いなとかも思っているんですけど、そうですね、そしたらまあやっぱ能力伸ばせていけますし、だから今のデジタル DX、を聞いたら結局その市全体、市役所全体をデジタル化するのであれば、もう生命線になってくるじゃないですか。そうですね、その、心臓部分になりますからね。そう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 、それをポン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 変えていくのはちょっと厳しいのかなって気はしたんですけど、なので外部人材の登用についてもこの辺を出しているんですよ。でまた、補助ではないですけど、外部人材の登用した時の、その分の、経費の半分は、地方交付税のあれに換算されるように、補助金、お金が入ってくるっていうわけじゃなくて、こんだけ技能案としては、最低限必要なお金ですよっていうものに上積みすることができるみたいな、それによって地方交付税っていう交付金が国から、国から降りてくるのがあるものですから、その部分に、計上することができますよっていうような、あれも、制度もあるものですから、そこも、活用していただきたいなっていうところを話はしてるんですけど、でもやっぱりこれ市町村単位でまだ外部人材の登用というところまではなかなかいかなくてですね、いかないんだ、結構、政令指定都市とか、そういったところだと、そういった外部人材の登用とか、あとは都道府県とかだったら、あるんですけど、まだまだ市町村にまではそこまでやれる体力がないというか、っていうのもあってですね、ちょっと浅はかかもしれないんで言ってくださいね。国もだからデジタル庁っていうのを作ってるじゃないですか、あんな感じでやっぱり専門的なところ作った方がいいです、ですよね。そんな気がするんですけど、僕もこれ国の方から、DX に関するものが降りてきても、今砂漠部署ってのが主に IT 推進室ってあるんですけど、IT 推進室で主にやってるような現状なんですね。ただこれって行財政改革の部分にも当たるので、結局じゃあこれ DX 関連デジタル庁から降りてきたけどどの部署で砂漠のっていうことになってくるので、なので DX 推進部っていうのを、推進課でもいいですし、作るべきですよっていう話を、そしたら DX に関するものは全部ここで受けてやっていった方がいいと、で担当すべての課を横串を入れていくようなものが必要ですよっていうのを、そしたらね、前から言われてる縦割りとかもどんどんなくなっていくと、そうなんですね、素晴らしいじゃないですか。 DX 推進部とか DX 推進課っていうのを作るべきですよっていうのをやって、今、那覇市と沖縄県と那覇市はできたんですよ、デジタル化っていうのが、で沖縄県も DX なんだったっけな、それに関する、部署を新しく創設して、国から降りてきたものをここでさばいていくっていうようなのができたんですけど、やっぱりもうそれ以外の市町村はどこのかで受け持つかみたいなことになっていくので、まずその辺もやっぱ打破していかないといけないところではありますね。そうですね、でも本当にこう結局流れは逆らえないですからね。そうです、どん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 そのようになっていくって、なってるんだったらもうそこにシフトしていった方が、
で、まあ、一番最初に話した部分なんですけど、はい、あのまあ、企業向けにやったときに経済損失が生まれるっていう話をしたじゃないですか、うん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 、それと同じで、うん、DX というのは流れに逆らえないっていうようなものじゃなく、うん、変革しなければやばいですよっていう危機感なんですよあ、なるほど、変わっていかなきゃやばいですよ、はいはいはい、この流れだからやらなきゃじゃなくて、もう変わろうとしなければダメだよっていう危機感を表しているのが DX っていうところでもあるので、まあそこをどこまで感じられるかっていうところですよね。まあコロナになってその時代が前倒しでやってきたっていうような感じではあるんですけど、確かにそんな感じする。でもいいものは早めに仕掛けてやっていた方がいいではありますよね。そうですね、はい、我々宜野湾青年会議所では明日やろうはバカやろうっていう言葉があるんですよ、うん、それと一緒です。はいはいはい、はい、もうやれるものはもうすぐやると、すぐやる、うん、明日やろうはバカやろうだよと、はい、っていうのを私の、まあ、尊敬してるかどうか分からないんですけど先輩がおっしゃってました、はい、なるほどさあそろそろお時間です。あ、はい、また再来週はですね、まあ、ゲストをお呼びして、はい、まあ、やっていきたいなと思っておりますので、はい、皆さんまた、お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、はい、今日はありがとうございました。さよなら。さよなら。